89年の間に建てられた旧水塔マンハイムはドイツビュールテンベルク州最北端に属する軍独立市。人口約31万人を要する大学都市で、シュトゥットガルトに次ぐ同州第二の都市である。かつてプファルツ選定校の宮廷所在地であったこの町は現在ヨーロッパ有数の大都市圏であるラインネッカー広域連合の経済的 文化的中心都市となっている。ラインラントプファルツ州に属す、隣町のルートビヒスハーフェンアムラインとは、ライン側を隔てて、直接向かい合っている。マンハイム中心部マンハイムは、オーバーライン地方北部のライン側とネッカー側が合流する地点に位置している。地域は、ライン側の右岸、ネッカー側の両岸に広がる。この都市は、 ヘッセン州南部のダルムシュタット行政管区、ベルクシュトラーセ軍、ラインラントップファルツ州のフォーダープファルツ地方、バーデンビュールテンベルク州の軍独立市、マンハイムやバルドルフとボルムス及び、ハイデルベルクとハイルブロン並びにラインネッカー軍の西部、南部の市町村を包含し、総人口235万人を数える人口集積地であるヨーロッパ有数の大都市圏。 ラインネッカードライエックに含まれる。ラインネッカー地域内に関しては、マンハイムは隣接するハイデルベルクとともに、2002年の地方開発計画に基づき、バーデンビュルテンベルク州全土に制定された14の上級中心都市の一つである。上級中心都市マンハイムは、エーディンゲンネッカーハウゼン、ヘッデスハイム、イルフェスハイム、 ラーデンブルクの中心地としての機能を担っている。また、ヘッセン州やラインラントプファルツ州の市町村とも関わりを持っており、それらの中心地ともなっている。近くの大都市としては、フランクフルトアムマインが北7 0トルシュトゥットガルトが南東約9 5トルに位置している。またロルシュが北3 5トルにある。住民構成は、 中部ドイツ語のウチプファルツ語系クーアプファルツ語に属するマンハイム方言の和社が特に多い。マンハイムの宿マンハイムは6つの市外区と11の郊外区からなる。とである。17の宿にはそれぞれ区民12人からなる地区顧問が存在する。地区顧問は区内での問題について事情を聴取する。問題に対する最終的な処置の決定は マンハイム市議会でなされる。17市区は、さらに地区や統計上の区分で細分されることがある。マンハイム中心部の都市構成クバドラーテの外区、番号命名規則ライン側とネッカー側に挟まれた、馬テ系のマンハイムの因縁シュタットは、格子上に直行する道路で区切られた外区で構成されており、マンハイマークアドロットと呼ばれている。宮殿前を、 ほぼ東西にビスマルク通りが通っており、その両端に半円状のリング通りが接続する。この中に直行する形で道路が作られている。こうした道路網の設計は1600年頃のプファルツ選定校フリードリヒ4世の時代に遡り、それが現在まで保存されている。インレンシュタットには2つの中心軸がある。 ブライテ・シュトラーセの名で知られているクアプファルツ通りは、宮殿から、ネッカーモンまで、ほぼ南北に伸びている。この通りは、パラーで広場で目抜き通り、プランケンと直行する。この2本の通りとそれぞれ平行に走る街路には、名前がなく、それらで囲まれた街区は、アルファベットと数字を組み合わせた故障で呼ばれる。例えば、宮殿正面に面した街区は、 A1 と L1、視聴者の住所は E5 といった具合である。こうした人為的につけられた故障が日常会話でも使われるのはドイツでは稀なことである。建築士の観点からこうした街路配置を用いることは都市設計上、宮殿の超越性を明らかにするものであり、絶対王政を表現したものであると解釈される。マンハイマークバドラーテ。 特にいわゆるブライテ・シュトラーセは新しい宮殿を強調するものである。理想都市の原則は完全にバロック様式で構成された他の都市エアランゲン、グリュック・シュタット、あるいはカールスルーエなどに体現されている。一方、マンハイムは新時代の理想と建築の融合を機として設計された都市なのである。マンハイムに隣接する市町村は 以下の通り、ラムペルトハイム、フィールンハイム、ヘッデスハイム、イルフェスハイム、エーディンゲンレッカーハウゼン、ハイデルベルク、プランクシュタット、シュベツィンゲン、ブリュール、アルトリプ、ルートビヒスハーフェンアムライン、フランケンタール、ボーイコールロクスハイム。マンハイムの気温と、降水量、グラフ・プフェルツアーバルトとオーデンバルトに守られた、オーバーライン地交代に位置するマンハイムは、 大変穏やかな気候である。最も暖かい7月の平均気温は、摂氏19.9度。最も寒い1月の平均気温は、摂氏1.8度である。真夏には、摂氏30度を超える日も珍しくはない。最高気温は2003年8月8日に記録された、摂氏39.3度である。マンハイムで顕著なのは、少ない降水量である。 平均年間降水量は668ミ、mm、リメートルである。最も降水量が多い月はやはり7月である。ライン川とネッカー川が特に秋には霧の発生を促す。両河川は湿度の上昇をももたらし特に真夏には蒸し暑さの要因となる。マンハイムの年間平均気温は摂氏10.2度でドイツで最も暖かい都市の一つである。 マンハイム村は、766年のロルシュ文書中に、初めて文献上の記録が残されている。この地名は、古いドイツ語の人名マンノ、の、ハイムイコールウォーノルトでマンノ、すなわち、マンノと称する人物の居住地を意味したと思われる。長い間、小さな変哲のない漁村であったマンハイムは、1284年に、 ビッテルスバッハ家出身のライン級中泊の所領となった。1349年、現在の林殿豊富にライン側を航行する船から、小学の関税を徴収するための城、アイヒエルスハイム城が築かれ、この村は次第に重要性を増していった。1415年、ここに配位された、対立教皇ヨハネス23世が監禁された。 1462年にゼッケンハイムの戦いで、プファルツ選定校は、ビュルテンベルク博、バーデンヘン教博、メッツ主教からなる、敵同盟軍を撃破し、この勝利により、勝利校として、オーバーラインの覇権を握った。1566年にはマインハイムの人口は700人となり、オーバーアームとハイデルベルクで最も大きな村になっていた。 1645年のマンハイムエズ1606年3月17日に、プファルツ選定港、フリードリヒ温世は、フリードリヒスブルク城塞建設の基礎工事を開始した。1607年1月24日に、マンハイムに、都市圏が授けられた。城塞に隣接する城下町マンハイムについてなされた、格子状の泥網扱設計画が、現在まで残され、活かされている。 30年戦争をマンハイムはプロテスタント同盟側で戦い1622年に兵力による破壊を受けた1618年には約1200人を数えたマンハイムは戦争と薬病によって甚大な人的被害を受けた1649年にカール・イッセイル・ルートビヒがプファルツ選定校に着いたとき 戦争による破壊で著しく人口が減少し、経済的に破綻した領土を目の当たりにした。新しい君主はマンハイムの再建を決定した。ネッカー川がライン川に合流するマンハイムは産業、商業の中心地とするに好都合な位置にあったことから選ばれたのであった。 プファルツ継承戦争では1689年にフランス軍による激しい砲撃とその後の占領によりはなはだしい損害を被った。都市の破壊を受けてプファルツ選定校ヨハンビルヘルムは新たに大規模な再建を支持した。和平条約締結前の1697年に選定校は避難民や流出した住民たちに帰還を促す。 不告を起草している。都市の再建が始まると、住民の数はたちまち増加していった。プファルツ選定校カール3世、フィリップ1720年に選定校カール3世、フィリップは宮廷をハイデルベルクからマンハイムに移し、マンハイム宮殿の造営が始まった。マンハイムは選定校の宮廷都市となり、短期間とはいえ、後期に満ちた流星期を迎え、 人口は2万5千人を数えるに至った。プファルツ選定校の宮廷では、芸術と音楽、学問と商業が奨励された。ゲーテ、シラー、レッシング、さらにはモーツァルトもこの地を訪れている。バイエルンの継承者となったことから、選定校、カール・テオドールは1778年に宮廷をミュンヘンに移さねばならなかった。これは、マンハイムにとって、 経済的、文化的打撃となった。1795年にはフランスに占領され、これをオーストリアが奪い返すといった戦いがあり、1803年に、マンハイムはその政治上の地位を最終的に喪失した。プファルツ選定校は、帝国代表社会議主要決議に基づいて廃止され、マンハイムは、バーデン領となった。 地理的にバーデン領の北西端に位置したことから、マンハイムは国境の町となった。市民階級の経済力向上に伴い、マンハイムに再び華やいだ時代が戻った。1816年から17年に天候による大災害が起き、基金と家畜の死が蔓延した。カールドライスは二輪車を発明し、70年後のモータライズされた。 個人交通の時代の先駆けとなった。1828年にライン側の港が、1840年には、バーデンで、最初の鉄道がマンハイムからハイデルベルクまで、開通した。1848年2月、フランスで2月革命が起こって王政が倒れたという、法が伝わると、マンハイムで2月27日に、民衆の集会が開かれた。 参加者はその場で、ドイツ民衆の自由を求める権利を宣言し、民衆の武装、出版の自由、陪審裁判、ドイツ議会の設立を求める請願が採択された。そこから首都カールスルーエに押し寄せた民衆の圧力で、バーデン大公国に自由主義的内閣が発足した。この動きが、各地に波及し、繰り返されることで、ドイツの3月革命が広がった。 ドイツでは、翌年に、反動派の巻き返しが起こり、最終的に革命は失敗した。最初に革命を始めたバーデンは、反革命に対する最後の抵抗の場となり、マンハイムは攻め寄せるドイツ諸法の軍隊によって1849年6月15日に、占領された。1865年に、フリードリヒ・エンゲルホルンは、バーディッシュ・アニーリン。 ウントソーダファブリックを設立した。後にこの会社はルートビヒスハー,ーフェンに移転した。この会社は塗装会社から現在では世界最大の科学企業へと成長した。1886年カール・ベンツはガス発動機駆動式自動車の特許を取得した。1909年にはカール・ランツとヨハン・シュッテがシュッテ・ランツ社を創設した。この会社は 合計22機の飛行船を建造し、セッペリン社のドイツにおける最大のライバル企業であった。第一次世界大戦後にハインリヒ・ランツ・エジーは、大ヒットとなった、重油式、トラクタ、ランツ・ブルドッグを発売した。1922年、大規模なマンハイム発電所が稼働を開始した。この年は、1930年には、ライン対岸に位置する。 重工業都市ルートビヒスハーフェンと合わせて人口38万5000人を数えるまでになった。第三帝国時代には2000人近いユダヤ住民が追放された。第二次世界大戦の空爆によってこの都市はほぼ完全に破壊し尽くされ、1945年にアメリカ軍に占領された。この都市の再建は困難なものであった。宮殿と 水道塔が再建され、国民劇場は新しい場所に建設された。元の劇場跡地には、シラーと幕愛劇の地の記念碑が建てられた。住宅難から多くの新しい住宅地が造成された。1964年に私立病院がハイデルベルク大学の臨床医学部マンハイムのネッカーキャンパスとなった。1967年にマンハイムは、 大学都市となった。1975年、ルイーゼン公園とヘルツォーゲンリート公園での連邦庭園祭は最高潮に達した。これに伴い、大規模な建築物が次々に建設された。電信塔やライン側の2本の橋が建設され、プラン県ンは歩行者専用道路となった。新しいローゼンガルテンが完成し、ケーブルカーがマンハイム上空を走った。 1980年代から90年代も大型建設プロジェクトが続いた。プラネタリウム、文化ホールの拡張、ライス博物館、視聴者、新しい5月マーケットの施設、シナゴーグ、モスク、技術と労働の博物館、カール・ベンツ・シュタディオンなどがオープンした。マンハイムの経済的繁栄は、金過去の工業系企業の受け入れにあった。この年は、 工業から脱却しサービス業への転換を図った。この都市で最も高いビクトリア高層ビル2001の建設がその典型的な例である。鉄道サイトのビクトリアタワー2007年の県と400年を念頭に2000年からさらに建設工事が進められた。S バーンに接続する SAP アリーナ歩行者専用道となったブレーテ・シュトラーセの補修工事。 旧日本市会場の改造、市電の新シャフバ売で線などが建設された。1895年から1944年の間に多くの周辺市町村がマンハイムに合併した。その中にはバーデン領の大きな村であったネッカーラウが含まれる。1970年代の市町村再編時にはプレーネブリュール、イルフェスハイム、エーディンゲンネッカーハウゼン、 ラーデンブルクを合併する予定であった。しかし、距離が遠いことなどから保守派の強い抵抗に遭い、実現しなかった。このためマンハイムは、この再編時に面積が増大しなかった数少ない都市の一つであった。最初の市町村合併前の面積は2384ヘクタールであった。マンハイム市の人口は1896年に10万人を超え、大都市となった。 1905年に16万人であった人口は1961年までに倍増した。1970年には約33万3000人で史上最高に達した。バーデンビュールテンベルク州統計局の発表に基づく公式なマンハイム市の推定人口は2005年12月31日現在で30万7900人であった。人口に占める 外国人の比率は22.5%である。人数が多いのは、市当局の報告もとづく2005年12月31日、現在の推計で、トルコ人、イタリア人、セルビア人、ポーランド人、クロアチア人、ギリシア人である。市区によっても、その比率は大きく異なっており、最も比率が低いのは、 バルシュタット地区で5.5%、最も高いのは、ネッカーイコールベストで42.0であった。最初の教会は、8世紀に、シャルホーフ、バルシュタット及び、ホイデンハイムに建設された。マンハイム独自の教区は14世紀に、初めて記録されている。この教区は、ボルムス市教区に属し、聖ゼバスティアンに捧げられた。プロテスタントプファルツ選定校。 オット・ハイン・リヒは1556年4月4日の命令書でプファルツ選定効家のルター派信仰への宗教改革を宣した。これは先代のフリードリヒ2世がその実現に向かって試みた人大なる多くの結果であった。オット・ハイン・リヒの後継者であるフリードリヒ3世のもとプファルツ選定効家は1561年からカルバン派に転向した。 マンハイム氏の創設は、こうした宗教改革がなされた時期と重なっており、この年は長い間プロテスタント信仰が根強かった。バーデン大公は、1821年にルター派と改革派との統合を行った。カトリックイエズス教会マンハイム氏創設後、カトリック信者もこの町には、住んでいた。最も古いカトリック教会は、マルクト広場に面した。 教区教会である聖ゼバスティアン教会であり、1723年に完成した。1729年に選定公カある三世、フィリップはイエズス教会建設資金として10万グルデンを拠出した。この教会は宮廷教会として用いられた。その他のキリスト教会現在のマンハイムには、これ以外の教会組織がある。例えば、 新首都派教会や19世紀中頃のバーデン革命の際に設立された自由、信仰教会などである。フッコカトリック教会の組織は、宮廷の建物内を拠点としている。また、ロシア正教会の聖アレクサンドルネフスキー教会や、ギリシア正教会の組織、十字架巨栄祭など多くの正教会の組織もある。 ユダヤ教マンハイム最初のシナゴーグは1660年に建設された。17世紀に都市が荒廃した後、選定校は税負担の軽減や営業の自由特権を与えるなどしてユダヤ人の入職を奨励した。1719年には人口の10.6%がユダヤ人であった。1895年までに ユダヤ教組織の構成員は4768人にまで拡大した。ただし、ユダヤ人以外の人口増加が急激であったため、1900年以後のユダヤ人が人口に占める比率は3%程度となった。1933年には、マンハイムに6402人のユダヤ人が暮らしており、大規模な宗教組織を形成していた。 国家社会主義者が権力を掌握して、以後の迫害により多くのユダヤ人が困難にさらされた。1933年にはすでに NSD オッピーの上級市長は、ユダヤ系企業への業務依頼を禁じ、商業大学のユダヤ人教員は一時解雇され、国民劇場のユダヤ人俳優は解雇され、さらにユダヤ人医師は資格を剥奪された。多くのユダヤ人家族が、 外国、特にアメリカが衆国へ移住した。1939年にマンハイムの3つのシナゴーグが廃止された後、1940年の時点でマンハイムに残った約2000人のユダヤ人のほぼ全員がギュルスの収容所に強制的に送られた。その多くは後にポーランドに建てられた強制収容所に送され殺害された。 第二次世界大戦後、戻ってきた、ユダヤ人は、ほんのわずかな人数だけであった。国家社会主義の迫害が終結した後に再興された、ユダヤ教組織に加盟したのは120人だけであった。ユダヤ教の新しいシナゴーグは1987年に、オープンした。2005年現在、マインハイムには、約600人のユダヤ人が住んでいる。 イスラム教1960年代の外国人、就労者の波に乗って多くのトルコ人が到来した。これにより史上初めて特筆すべき数のイスラム教徒がマンハイムにやってきた。2004年にはその数は2万827人であり、マンハイムの人口の7%を占めるに至った。これを受けて1995年に2500人を 収容する当時ドイツ最大のモスク、ヤブツイコールスルタンイコールセリムモスクが建造された。2005年には老朽化したミナレットに代わり、スマートでより高いミナレットが新たに建てられた。マンハイム市庁舎市議会は48議席で、議員は5年ごとの直接選挙で選出される。バーデンビュルテンベルク州の地方自治体選挙法に基づき、累積式、 伊藤派連期投票で行われる。第二次世界大戦以後、スピードが常に最大政党の座を占めていたが、1999年から2009年までは、CD がこの座を占めた。市行政の代表者権市議会議長の職名は、上級市長である。上級市長は8年後との直接選挙によって選出される。 現職のペーター・クルツは2007年6月17日の上級市長選挙で50.53%の支持を受けて勝利した。ただし、この時の投票率は大変に低く36.64%であった。ペーター・クルツは2007年8月4日からこの職に就いている。第一市長と4人後市長が上級市長を補佐する。これらの職は 八年ごとに、市議会議員の投票で選出され、その時々の党派別勢力を示す形となる。彼らは、市行政においてはそれぞれ分科会の統括を行う。第二次世界大戦後の上級市長を以下に列記する。図柄、左右に分割。向かって、左は、金字に直立した赤い二重針。向かって、右は黒字に赤い爪。 赤い舌で威嚇し赤い冠を被った金の獅子。この紋章は1896年に市議会で決定しバーデン大公の認可を得た。バオルフスアンゲルは17世紀から市の境界を示す標的に見られる遺装である。獅子は フファルツ選定校の紋章にちなんだもので、マインハイムが1720年からその宮廷所在地であったことを示している。どちらの一章も18世紀から死の印象に登場する。たびたびより近代的な紋章に変更しようという提案がなされるのだが、その度に否決されている。死の色は青白赤で19世紀からよく用いられているものである。 これは1613年以降市の印鑑についている、紐を暗示している。市の色が、紋章の色にちなんでいない変則的な例である。マンハイムの友好都市のプレートマンハイム市は、以下の都市と、姉妹都市の提携を行っている。また、イスラエルのハイファとも2005年に、友好条約を締結している。マンハイム国民劇場マンハイム国民劇場は、 1779年に建設された劇場で自治体が運営する劇場としてはドイツで最も古いものである。1782年にフリードリヒシラーの軍島が初演された劇場でもある。また歴代の音楽監督にはワインガルトナー、エイリヒクライバー、フルトベングラー、そして戦後にもホルストシュタイン、ジュン、メルクル、 アダム・フィッシャーといった指揮者が名を連ねている。現在は、ドイツでも、有数の大きなレパートリーを持つ、オペラ部門のほか演劇、バレエ、そして、青少年のための演劇主なる、青少年のためのオペラ・ユンゲ・オペンからなる、複合体となっている。2009年9月から、音楽総監督に、ダン・エッティンガーが就任。この他にも多くの衝撃場がある。 オストシュタットテアター、TIG7、テアターオリーブ、野外ビューネ、テアター31、テアターイムプルス、マインハイマープッペンシュピール、クラップスミュール、サイトラウムエクシットなどがある。ライスエンゲル博物館、デーゴ・マンハイム芸術ホールは、マインハイムの県と300周年を記念して1907年に創設された。コレクションの重点は、伝統的に、 19世紀及び20世紀のドイツ・フランス絵画と20世紀の国際的な彫刻作品である。さらには大規模な銅版画収蔵室、グラフィックコレクション、ポスター、現代の写真やビデオ作品のコレクションもある。バーデンビュールテンベルク州立技術と労働の博物館は1990年に開館した博物館で、 ドイツ南西地方の工業化に関する資格、教育用教材を収めている。収蔵品は入れ替えで展示されている。ヨーロッパ発のグンター・フォン・ハーゲンスの人体像は1997年にマンハイムのこの博物館で展示された。ライス・エンゲル・ホルン博物館は1763年に創設された選定公立学術アカデミーを起源とする。 現在は以下の多くの博物館や研究施設が形成する一つの複合体の形をとっている。このほか博物館、リーゴでは特別展示も開催される。過去に開催された展示テーマは、例えば、マヤ文明、ポンペイ、日本の古代史、ゲルマン民族などがある。マンハイム芸術協会は1833年に創設された、 最も古く最も規模の大きな芸術協会の一つである。ハイデルベルク及びルートビヒスハーフェンと共同で開催されるラングナハトデアムセーンはベルリンに次いでドイツで2番目に大きな芸術的催し物である。マンハイムザントホーフェン地区にはナッツバイラー強制収容所の外郭施設に関する文書館がある。マンハイム学派の創始者 ヨハン・シュターミッツ1750年頃にヨハン・シュターミッツによって創設されたマンハイム楽派は、はじめはプファルツ選定校の宮廷音楽家によるサークルであった。それまでヨーロッパを席巻していた通奏低音主導のオーケストレーションや後期バロック音楽の持つパトスをハーモニーがメロディラインを支えるという新しく上品な音楽へ拡大していった。 音楽集団であったと後に理解されるようになった。この学派は、ウィーン古典学派へ発展していく根源的な先駆けとなったのである。クアプファルツ室内管弦楽団は1952年に設立された。このオーケストラは、伝統的なマンハイム学派のみならず、ウィーン古典派の音楽も得意とする。マンハイムからは、オペラ歌手、アンネリーゼ・ローテンベルガーも登場した。 彼女は戦後のドイツ人女性歌手として最も輝かしい国際的キャリアを歩んだ一人である。マンハイム・ブレーザー・フィルハーモニーは1987年にシュテファン・フリッツェンが創設したマンハイム・ユーゲント・ブラス・オーケストラにその起源を持つ。合唱団が後継者なんで苦労しているのに対してゴスペルグループの活動は盛んになっている。例えば、 セレブレーションゴズペルクワイア、ダイプリーチャーマン、エスフレンズ、ダイレインボーゴズペルソウル、コネクション、ダイジョイフルボイセズといったグループがある。ユングブッシュ地区の州立ポップアカデミー近年では、ポピュラー音楽の世界でも、マンハイムの名は重みを持っている。バーデンビュールテンベルクポップアカデミーは、この種の施設として、ドイツ発のものであった。成功した、マンハイムのミュージシャンには、 ジョイ・フレミング、シャビア・ナイドゥ、ゼーネ・マンハイムス、ライト・アルディーン、ワリス、バード、クラウト・ロック・バンドのキング・ピング・メイ、ヨハン・ナツ・オイル、ダニー・フレッシュ、ジョニー・ディー、ゲット・エル・スーン、ルート・ビヒス・ハーフェンのユリア・ナイ・ゲル・ラ・ガイル。マンハイムは、また、新しい音楽スタイル、ドラム・ベースのドイツにおける、発祥地でもある。マンハイムのクラブ、ミルク、は、 このジャンルの音楽を発信したドイツ発のクラブであるミルクは1992年にグルーブマガジンの年間最優秀クラブに選出されたこの他にマンハイムにはキャバレー兼衝撃場クラプスミューレやシャッツキストルなどの活力あるキャバレーシーンが存在しキャバレーエンターテイナーのビューレントセイランラを輩出している ポピュラー音楽イベントは、旧メッセ広場に近い旧消防署や、キャピトルマンハイム、ローゼンガルテンコングレスセンター、SAP アレーナ、マイマルクトクラブなどで開催されている。広場給水塔とフリードリヒス広場フリードリヒス広場は、インネンシュタットの東に位置する。この広場の中心には、マンハイムの象徴的建造物である高さ60メートルの給水塔がある。 この建物は1889年にネオバロック様式で建設され、頂上には高さ3.5メートルのアンピトリー堤像をいただいている。この給水塔を取り囲む広場は1903年までにブルーノ・シュミットによって作られた。この広場には泉、噴水、並木の周回路、緑地などが有限とシティるル様式で設けられている。噴水は、 夏の夕方の1時間、イルミネーションで彩られる。冬には、給水塔とトリートーンの泉の間で、クリスマス市が開催される。フリードリヒス広場の東の半円は、赤色砂岩のアーケードとなっている。給水塔の南北軸は、芸術、祝祭ホールに至る。1907年にヘルマンビリングによって建設され、1983年に、 拡張された芸術ホールはその赤色砂岩がすでに建設されていたフリードリヒス広場に調和する。ローゼンガルテンは1903年に祝祭ホールとしてオープンしたホールで、当時はニーベルンゲンザールと共にドイツ最大のホールであった。現在はコングレス、会議センター、コンサートホールとして利用されている。 グリュッペロのピラミッドフリードリヒス広場から西に歩行者、専用道路のブランケンを行くと、パラーで広場に至る。この広場はもともと、プファルツ選定校の観越パレードのために作られた。この広場の真ん中には、グリュッペロのピラミッドがある。これは1711年にガブリエルでグリュッペロが、選定校、ヨハンビルヘルムのために作ったもので、 デュッセルドルフの城の庭園に置かれたものであった。カール・フィリップは1743年にライン側を使ってこの像をマンハイムに運ばせた。このピラミッドは、領主の美徳のアレゴリーと名付けられており、公爵の美徳の勝利を描き出している。ピラミッドの周りには19世紀末に、パラーで広場に、星型の緑地が作られた。 広場の南側に1746年に旧商館が建てられた。この建物は、はじめ、オフィスとして用いられたが、1909年からは、視聴者として利用された。第二次世界大戦で破壊された後は再建されず、1991年に、シュタットハウスが建設された。この建物には、オフィス、私立図書館、広場の管理事務所が入居している。 プランケン沿いに国家社会主義によるユダヤ人犠牲者のための記念碑が2003年に建立された。ガラスキューブにマンハイムのユダヤ人犠牲者の名前が鏡文字で刻まれている。マルクト広場の旧市庁舎と聖セ,セバスティアン教会マルクト広場はパラーで広場の北歩行者専用道のブライテシュトラーセソイのウンターシュタットの中心に位置する。 この広場の中心には1719年に作られた泉の記念碑がある。この泉はペーター・ファンデン、ブランデンによって作られ、ハイデルベルク城の庭園に置かれていたものである。剪定校、カール・テオドールによって1767年にマインハイム市に寄贈された。この時、もともと、土、水、空気、火の四元素を象徴する四つの像は、マインハイム、 商業、ライン川、ネッカー川を象徴する像に作り替えられた。マルクト広場の南側には、バロック様式の二つの建物がある。旧市庁舎とセ、聖セバスティアン教区教会で、1713年までに建てられたマンハイムに現存する、おそらく最も古い建物である。両者は、中央の首老につながっている。首老は何、何 そうもの義母子型屋根を持つ塔である。ファサードには何人もの彫刻家の手が加わっていることが指摘されている。旧市庁舎にはユルスティティアとアトランテスが、教会にはピエタと天使の像が見られる。首脳の鐘は1日3回鳴らされる。宗教建築イエズス教会は、 1760年までに、選定校の宮廷教会としてだ、ビビエーナの設計に基づき建設された。芸術視野のゲオルクデヒオはこの教会を、南西ドイツで最も重要なバロック教会と表した。早調な中央ドームは75メートルの高さがある。内部は、ミュンヘンの画界ギとクビリン・アザムによる壁画に取り囲まれている。本祭壇と6つの脇祭壇は、 パウル・エーゲルとペーター・アントン・フォン・フェアシャッフェルトによるもので、後期バロック様式あるいは初期古典主義様式で作られている。キリスト教会。キリスト教会は1911年までにオストシュタットのプロテスタント教会として建設された印象的な教会建築である。有限とシュティール様式を加味した。 ネオバロック様式で建設され、ベーダー広場に面して立っており3方向から見ることができる。ドームは65メートルの高さがある。塔の基部は等身大の十二使徒像で囲まれている。内部には8600本のパイプを持つドイツ最大のオルガンが備えられている。ネオバロック様式のコンコルド教会の歴史は1685年に、 遡る。もともと、ドイツ人とはロン人それぞれの改革派協会のための二重協会として建設され、その後何度も破壊されたり、他の目的に転用されたりした。現在の形になったのは1918年からで、プロテスタント協会と一部は学校として利用されている。協会の塔は高さ92メートルで、マンハイムで一番高い塔を持つ協会である。 シナゴーグは1987年に完成した。花崗岩のファサードと鉛ガラスの入った半円アーチ型の窓を持つ四角い建物である。その上に平たいなる天井が設けられている。二つの入り口は1938年に破壊されたシナゴーグにあった連鉄製の天窓格子を模したものである。 1995年に建設されたヤウススルタンセリムモスクは建造当時にはドイツで最も大きなモスクであった。明るい化粧塗りのファサードはミフラーブの張り出しによってその中心が強調され三角形の窓が失っえられている。ミナレットのコンクリートには直後からすでに裂け目が生じたため2005年に35メートルの高さの新しいものが作られた。 世俗建築マンハイム宮殿マンハイム宮殿は、プファルツ選定校の宮殿であった。1720年から1760年に建設された宮殿は、ベルサイユ宮殿に次いで、ヨーロッパで2番目に大きなバロック建築であった。市中心部に向いた正面の幅は440メートルに、及び平行に走る7本の道路の集結点になっている。 制作に携わった芸術家の中には、ダビビエーナ、エーゲル、ラバリアッティ、ピガージュ、コスマス・ダミアン・アザムらがいる。第二次世界大戦で完全に破壊された後、簡略化された形で再建された。ハッソ・プラットナーの巨額の寄付により、2006年までに原作に忠実な本館の屋根が復元された。2007年4月からマンハイム宮殿内に、 バロック時代、新聖ローマ帝国時代の生活を再認識する、シュロスミュージアムが開館した。戦争で破壊された部分は再建され、高価な展示品はパネルで紹介してされている。来訪者は、プファルツ選定校と、フランス皇帝ナポレオニッセイの幼女で、バーデンヒのステファニーの生活を目の当たりにする。武器庫は1779年に建設された。 この建物は、ペーター・アントン・フォン・フェアシャッフェルトによる古典主義様式の建築である。1918年からカール・ライスのコレクションの収蔵庫として用いられた。1956年以後、ライス博物館となっている。建物は2007年に修復された。古典主義様式のブレッツェンハイム宮殿は、 やはりフェアシャフフェルトの設計に基づいて1788年までに建設された。選定校、カール・テオドールは、この建物を愛人とその子供たちに送った。1899年にこの建物はライン、不動産銀行として用いられ、2004年からはマンハイム区裁判所として利用されている。 通信塔通信塔は高さ212.8メートルで、この都市で最も高い建物である。この塔は、エルヴィン・ハインレット・イエルク・シュライヒの設計に基づき1975年に建設された。高さ125メートルの位置に回転式レストランと展望デッキがあり、ここからは、マンハイムやその周辺地域が一望できる。バーデンビュールテンベルク州にある。 高層ビルの上位6つのうちの5つがマンハイムにある。これらはいずれも因縁ンンシュタットリングの外側に立っている。1975年にはすでに、ネッカーウーファーベバウングノルトの3つの住居タワーと、コリニセンターのアパートが作られていた。ビクトリアトゥルムは2001年に完成した、この都市で最も高いオフィスタワーである。 これら5つの高層ビルはいずれもおよそ95から97メートルの同じくらいの高さである。ムルティハレの外観類以前公園は41ヘクタールの広さを持つ私立公園である。この公園は1903年に完成し、1975年の連邦演芸博覧会のために拡張された。インネンシュタットに近いネッカー川沿いに位置し、植物館、 中国風のサエン、鳥類館、ゴンドラ、水上舞台などのアトラクションがある。ヘルツォゲンリート公園も、連邦演芸博覧会の会場の一部であった。22ヘクタールのこの公園は兄にあたる、ルイーゼ公園より区分小ぶりで、ネッカーシュタット北部に位置する。見どころは、動物園、バラ園、及びフライオットーの構想に基づいて作られた、テント式の屋根を持つムルティハレである。 マンハイム宮殿の裏手からライン側に広がる、シュロスガーデンは38ヘクタールの広さを持つ、マンハイムで2番目に大きな公園である。ステファニー・ド・ボアルネは、撤去されたバロック時代の都市防衛施設であった、両方後に1808年からイギリス式庭園を作り始めた。しかし、1863年から67年に建設された、鉄道。 多くの自動車が行き交う1959年に建設された連邦道、さらにはルートビヒスハーフェントを結ぶ市電がこの庭園を横切る形で設けられ、その魅力は大いに損なわれてしまった。王子の魅力を身近に感じられるのは庭園の南部にある林田豊富である。生誕のいわゆるフリードリヒ公園には古いスケート場がある。 バルト公園とそれに付随するライスインゼルは、ライン川沿いで最大の自然のままの水辺である。クマゲラ、アオサギ、トビをはじめ、多くの珍しい種類の鳥が生息しているが、若け本性インコやカナダガンのような外来種も、ライスインゼルで観察されるようになっている。2000年時点で、マンハイムは、地域の29%が、自然、風景保護地域に指定されている。 SAP アレーナマンハイムで最も集客力のあるスポーツはアイスホッケーである。アドラーマンハイムは1980年、1997年から99年、2001年、2007年にドイツチャンピオンになっている。このチームのホームリンクは2005年以降は SAP アレーナである。サッカーの2つのチーム。 VFR マンハイムと SV バルトホーフマンハイムは地域を超えて有名ではあるが大きな成果から離れて久しい。ドイツバスケットボール連盟はアルベルト・シュバイツァーを記念して若い男子ナショナルチームによるアルベルト・シュバイツァー杯オイローパユーゲンとバスケットボール大会を1958年から2年ごとの春にマンハイムで開催している。この国際友好大会は 世界で最も重要で成功した若い選手のための大会の一つであり、後に NBA 入りする多くの選手を輩出している。TK グリュンバイマンハイムはテニスブンデスリーガで成功を収めている。このクラブは1922年、1993年、1996年、2005年、2007年にドイツ男子チャンピオンになっている。 ライヒー・コール・フェライン・ MTG マンハイムは創設当時から多くの優れたアスリートを送り出してきた。全国的に特に成果が著しいのは女子のスプリント競技である。クリステン・ボルムはイエーテボリで開催された2006年の陸上ヨーロッパマスターで銀メダルを獲得した。マンハイムに駐留するアメリカ人部隊から支持を集める野球は過去には 優れた成績を収めたことがある。マンハイマー・フェライネ・ナイツ、VFR、アミーゴス及びトルナドスは、1954年から1997年までの間に9回ドイツベースボールマスターで優勝している。同じくアメリカ人に支持されているアメリカンフットボールについては、1978年にマンハイム・レッド・スキンズが組織された。 自転車競技クラブ RRC エントシュプルト、マインハイムは、1950年代から60年代には、世界的に、1990年代には、国内的に成功を収めた。特に、カール・ジーグラーの下で活躍したビリー・アルティヒ、ルディ・アルティヒの存在が際立っている。ハンドボール一部リーグのラインネッカー・レーベンは、2005年、以降 SAP アレーナをホームとしている。 ゼーゲルフルクフェライン・マンハイムは、グライダー滑空競技のクラブで、シティコールエアポートマンハイムを活動の場としている。このクラブは、滑空ブンデスリーが一部に所属し、ドイツチャンピオンや世界チャンピオンに何度もなったことがある。1876年に創立された、ボートクラブ、マンハイマー RV アミシティアは、過去に何度か、世界マスターやオリンピックに出場するなど優れた。 選手を排出している。マンハイムは2007年のハンドボール男子世界マスターの開催地であり、また2007年馬術障害飛び越し競技のヨーロッパマスターの開催地でもある。さらに2010年にはケルンと共にアイスホッケー世界マスターの開催地ともなっている。マンハイマードレックマンハイムではその住民の出身地と同じ数だけの多彩な料理が供される。 典型的なマンハイムの強度の味は、レープクーヘンに似た消化しマンハイマードレックとアルコール飲料のマンハイマーハーフェンザッサーである。マンハイムを代表するビールは、アイヒバウムである。アイヒバウムブラウエライエン AG では、様々なバリエーションが製造、販売されており、これらは、地域外でも販売されている。アイヒバウムブラウエライエン2004年時点で、 マンハイムには156,364人の社会保険支払い義務のある労働者おり、このうち33.1%が製造業、22.8%が商業や宿泊業、42.2%がその他のサービス業に従事している。失業率は2008年1月現在で約7.7%である。 マンハイムは遅くとも1790年代以降に深刻な産業構造の変化が起き、工業系の職場で辞任整理が行われる一方、サービス業従事者が増加した。それでも、金属、化学系企業は今なお大きく存在している。最も強いのが、電子、機械製造工業である。この分野では、ダイムラー、エボバス、アセアブラウンボベリ、アルストム、 ボンバルディア・トランスポーテーション、ジョン・ディア、ヨゼフ・フゲラ、モアン・ペパール、フックス、ウィマなどがある。科学系企業では、ロシュ、スベンスカ・セルロサ・オクチーバラゲートの略である、フックス・ペトロールブ、ユニリーバ、レキット・ベン・キーザー、フェニックス、ドイチェ・ハッチンソンがある。マンハイムの金融関連企業は、1900年頃のような活況はないものの、 特に保険会社を中心になおも重要な位置にある。バーデンビュールテンベルク州立銀行の4つの本社のうち1つがマンハイムにあり、ノエリーチツフツバーシュシェールングスガセイシャフトはマンハイムにオフィスを構えている。また、SV スパルカセンバーシケアンの重要な拠点もこの町に置かれている。食品産業では、ーズーツッカー、バークル、アチアバウム、 ブラウリン、フォルツマイハル・マンハイム、ブンゲ・ドイッチュランドがある。1987年にマンハイムで最初のアルナチュラ自然食品スーパーマーケットがオープンした。建築業ではビルフィンガー・ベルガーがある。この販売部門はバウハウスやエンゲルホルンといった小売り店を展開している。ブロックハウス社のディスプレイ広告。 ビブリオグラフィスチズ・アンスティチュアンド・ FA ブロックハウスや、エディション・イコール・パノラマは、マンハイムに本社を置く重要な出版社である。MVV エネルギーは、ドイツ最大のエネルギー供給企業である。道路交通マンハイム周辺地域の主要道路も、マンハイムルート・ビヒス・ハーフェンという二つの大都市が、固まった周囲には、全部で七つのアウトバーンのジャンクションが作られている。 北と東を A6 号線が囲んでおり、A61 号線が西から南を囲むことでアウトバーンのリングが形成される。マンハイム北東からダルムシュタットやフランクフルトに向かう A67 号線が分岐している。東は A656 号線がハイデルベルクに A659 号線がバインハイムに枝分かれする。このアウトバーンリングのさらに東側には A5 号線が並行して通っている。市内を、連邦道 B36,B37,B38,B38R、B44 号線が走っている。鉄道、公共交通機関マンハイム中央駅マンハイムは、南西ドイツで2番目に大きな乗り換え駅である。マンハイム中央駅には、2005年の統計で1日あたり185本の列車が発着する。 アイスによる高速鉄道が整備されたことでより早くより快適にシュトゥットガルト方面へ結ばれることになった。マンハイム中央駅は2005年にドイツで最も優れた駅に選ばれた。ライン、マインライン、ネッカー新線によりライン、マイン地域と結びつける計画がある。2007年6月にパリ・フランクフルトを3時間50分で結ぶアイスの 高速路線が運行を開始し、マンハイムを経由している。マンハイム奏車場は、マーシェンに次いで、ヨーロッパで2番目に大きな奏車場である。2005年の統計によれば、1日あたり30本の国際列車、60本の国内列車、440本の近距離貨物列車を取り扱った。ラインネッカー地域のほぼ全域を結び、プファルツ地方、 オーデンバルト、ヘッセン南部まで伸びるラインネッカー S バーンが2003年から営業を開始した。すべての S バーン路線がマンハイム中央駅を経由している。この他のマンハイム市内にある S バーンの駅はマンハイム走車場、マンハイムイコールゼッケンハイム、マンハイムフリードリヒスフェルト南である。マンハイムの公共金交交通としては、 1878年6月2日に開業した市電がある。11系統の市電路線と多くのバス路線が運行されている。さらにマンハイムには50台以上のカーシェアリングのシステムがあり、さらに拡充されている。1970年代にユーバーンの構想が検討されたが、資金難から実現しなかった。マンハイムに存在する地下駅は、 ダルベルクシュトラー世紀だけである。ユーバ h 計画はやがて廃止された。マンハイム港1975年の連邦演芸博覧会では仮設のエアロバスが約6ヶ月間運行されており220万人の利用者があった。水運ライン川とネッカー川が合流する地点に位置するマンハイム港はヨーロッパで2番目に大きな内陸港である。 2007年の統計によれば、830万トンの貨物が荷上げされた。約500の企業、2万人の職場が、港湾地区には存在している。港の構造空路マンハイムには、ザントホーフェンの軍事飛行場の他に、ノイオストハイムシクにシティイコールエアポートマンハイムがあり、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、ザールブリュッケンへの航空路が就航している。 フランクフルト空港は 65km 北にあり、アイスを利用すれば30分で到着できる。日刊誌マインハイマー・モルゲンのほか、ルートビヒスハーフェンのラインプファルツ、ハイデルベルクのラインネッカーイコール・ザイトゥング及び、ビルトラインネッカーが、マンハイムのローカル誌である。さらに週刊誌のシュポルト・ボーヘ、マインハイマー・ブリック、アムゾン・ターク、広報紙でもあるボーヘン・ブラッド・マンハイムがあり、 月間のローカルシマイヤーが観光されている。ほとんどの宿では、それぞれ無料の宿ニュースが配布されている。ラインネッカーコミュニティ放送を放送している旧消防署、ラインネッカー大都市圏のローカルテレビ局が、マンハイムにある、ラインネッカーフェルンゼーエンである。マンハイムには、南西ドイツ放送のスタジオもある。ここから放送される番組の一つにローカルプログラムの クアプファルツイコールラジオがある。2004年からは AFN のヨーロッパ中部版のプログラムがマンハイムザントホーフェンから放送されており、ローカルプログラムの AFN ハイデルベルクはマンハイムイコールゼッケンハイムで制作されている。また、マンハイムには民営のラジオ局、ビッグ FM、ラジオ霊言暴言、サンシャインライブがある。2000年からは ラインネッカーコミュニティ放送のベルムダフンクが旧消防署から放送されている。この街のメディアではマンハイマー・モルゲン、ラジオ霊言暴言、ビッグ FM を運営するドクトルハースグループが力を持っている。マンハイムにはイタリアの領事代理がおり、フランスとナイジェリアの名誉領事がいる。マンハイムにはラインネッカー行政共同体を呼び、 ハイデルベルクマンハイム隣接都市連合のオフィスがある。さらに、手工業会議所、ラインネッカー商工会議所が存在している。これらの会議所は、マンハイムとハイデルベルクのタラインネッカー軍と、ネッカーオーデンバルトー軍を、その管轄下に置く。連邦職業安定所や二つの税務所もある。マンハイム刑務所は、800人以上を収容できる。 バーデンビュルテンベルク州最大の刑務所である。マンハイムには市民の自由意志で組織された消防団と専任のスタッフからなる消防団がある。二つの大きな障害保険組合がマンハイムに本社を構えている。ビルーフスジーノスサンシャフトナルングスミタルウンとガストスタチンとビルーフスジーノスサンシャフトヘンデルンとワランディストリビューションである。このか、マンハイムは バーデン地方協会の協会管区とフライブルク大司教区の首席司祭区のそれぞれ本部所在地である。マンハイムにはバーデンビュールテンベルク州の行政裁判の控訴審を扱う行政裁判所が置かれている。シュトゥットガルトに本部を持つ州の労働裁判所はマンハイムに分局を置いている。さらにこの市には カールスルーエ上級地方裁判所管区に属す、区裁判所及び、特許部門を持つ、地方裁判所があり、また、労働裁判所や、社会裁判所もある。マンハイム大学病院の正門一連の重要な、ナトー軍及び、米軍の施設がマンハイムに置かれている。特に、ヨーロッパのアメリカ軍の通信を統括する、第5通信司令部の本部がこの町に置かれている。 マンハイムの米軍駐屯地には以下の兵舎がある。この他、ヘイデルベルク駐屯地の以下の施設がマンハイム市内にある。隣接するハイデルベルクの米軍施設については2012年から2013年までに移転を完了させる計画が発表になったが、この計画にマンハイムの施設が含まれるかどうか明記されていないことや、 その後に起こった9.11テロ事件により、米軍の安全保障政策の転換があったことなどから、これらの軍事コミュニティが、今後もこのまま存在するのかどうかは定かでない。ただ、これらの施設が戦後マンハイムの経済、国防、文化の上で重要な役割を果たしたことは事実である。教育改革者ヨーゼフ・アントン・ジッキンガーが20世紀初めに、 マンハイムの教育システムを開発した。教育学に関する大きな貢献がこれによってなされた。マンハイム専門大学音楽と舞台芸術のための修立。専門大学マンハイムマンハイム職業アカデミードイツ。語学研究所。欧州経済。研究センターバイエルン王マクシミリアン一世。ゼップヘルベルガーをデザインした切手ハンス・フィルビンガー1970年から毎年。 この都市に対し最も功績のあった人物に、ブローマウル賞が授与されている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して、直接参照してはおりません。ありがとうございます。